皆さんこんばんは田中みな実です7月4日スタートの新日曜ドラマは「奥の殺意が恋をした」をお届けしますこのドラマは最高に間が悪い殺し屋が殺したいはずの暗殺ターゲットと恋をしてしまうというスリリングラブコメディです私は人気漫画家鳴宮美月のチーフアシスタントである秘密を持つ水瀬千景を演じますえー、とまだ初日でちゃんとつかみきれてないんですけれども 結構自分の感情を表に出しているかのようですごく影があって本当のことを言ってるのかどうかっていうのがちょっとわからない人物だなと思っています荒木優子ちゃんとはあの前も連ドラーご一緒していたのですごい久しぶりで嬉しかったですなんかとってもいい空気感であの中川大志さんも本当に子犬のように可愛くてあの楽しい現場になりそうだなという気がします えっと、私が頂い,いている台本までは本当に楽しくてすごくポップで殺し屋が出てくるんだけれどもなんかその赤川大志さんの間の悪さとか,なんか助けてあげたくなるようなキュンとするようなシーンもたくさんあるのであの月曜日に職場だったり学校だったりでみんなで「あれって実はこうなんじゃないの?」って話してもらったりとかあの明るい気持ちで。 一週間が始まるようなそんな日曜ドラマにできたらいいなと思っています日テレ系新日曜ドラマ僕の殺意が恋をしたは7月4日スタートですぜひご覧ください